今回は中華風ヤーマンポテトの作り方を紹介します。コンした味付けでご飯のかけるのを作ります。それでは作っていきましょう。材料は斜めにカットしたソーセージ4本分、一口大にカットしたじゃがいもを中4本、ニンニクのみじん切り小さじ1とパセリ適量です。鍋に油を入れ中温に温めます。そうしたらじゃがいもを入れ揚げていきます。じゃがいもを入れたら30秒くらい強火にして加熱し、油の温度が一定になったらくらいで弱火にします。油の温度が上がりすぎないように弱火にしてじっくりと火を通していきます。4分くらいに揚げたら火が通ってきたので、最後に強火にして揚げ、表面をカリッとさせていきます。火だと揚げ色がついてきたら引き上げていきます。鍋に大さじ1の油を入れソーセージを炒めていきます。を軽く炒めたらニンニクも入れ炒めます。ニンニクのいい香りが上がってきたら豆板醤を小さじ2分の1で炒めます。紹興酒大さじ1と醤油大さじ1をまろやかから香りが出るようにして入れていきます。鶏ガラスープまたは無糖醤油のものは少し入れます。砂糖と味の素を少量ずつ入れます。揚げたじゃがいもを入れます。スープと調味料をじゃがいもに加えるようにして温め合わせます。熱した片栗粉を下地に分の1でまとめます。最後に強火で炒め合わせれば、皿に盛り付けます。仕上げにパセリと黒コショウを軽く振りかければ出来上がりです。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いします。